ユーナ・スタップスは、イギリスのテレビ、舞台、映画女優である。かつては、イギリスのテレビや、劇場、時には映画にも出演したダンサーであった。イギリスでは、シットコム、ティルデス・アス・ドゥーパートで演じた、リタや、子供向けシリーズ、ワーズルがマージュで演じた、サリー・オーバーさん役で知られている。また、TV シリーズ、ワースト・ウィッチで演じた、バットさん役でも有名である。 最近では、シャーロックで、シャーロックの大カハドスン夫人を演じている。1950年代中頃、スタップスは、ラウントリーズ社製のデイリーボックスチョコレートのカバーガールを務めていた。彼女はヨークにあった、ラウントリーズ社の工場への訪問について言及した際に、自身のことを、ラウントリーのチョコレート少女と呼んでいる。スタップスは1956年に、 イギリスのテレビ音楽番組、クール・フォー・キャッツにおいて、ダギー・スクワイアズ・ダンサーの一員として、テレビに初出演した。彼女は、この頃ロンドンのキャバレーやナイトクラブ、レビューでも働いており、ライオネル・ブレアのダンス・アンサンブルの一員でもあった。彼女が初めて大きな役を得たのは、クリフ・リチャードの1963年の映画、サマー・ホリデーでのことである。彼女はまた、 リチャードの次の映画、ワンダフルライフにも出演している。それから数年後、彼女は BBC のシットコム、ティルデス・アスドゥーパートに出演し、アルフ・ガーネットの結婚した娘、リタ役を演じたことで一躍成功する。また、1981年の短い生放送シットコム、ティルデスにおいても、リタを演じた。彼女は1985年から1992年放映の、 BBC 制作シットコム、インシックネスインヘルスにおいても、いくつかのエピソードで、リタを演じた。1970年から1971年に、かけて、スタップスは再びクリフ・リチャードとタッグを組み、毎週彼の BBC1 のテレビシリーズイッツ、クリフ・リチャードに出演した。次のシリーズには出演しなかったが、それは、放送が彼女の出産直後であったためである。 この作品では、ティルデス・アス・ドゥー・パートで共演しており、彼女のテレビでの母であったダンディー・ニコルズが代役を務めた。スタップスは、ホルティ・タワーズにおいて、1979年のエピソード、結婚記念日で主演を務めている。1979年から1981年にかけて、彼女は ITV の子供向けシリーズワーズル・ガ・マージュで、ジョン・パート・ウィーや、 バーバラ・ウィンザーに対抗する役、サリー・オバさんを演じた。また、1980年代には、ゲームショーギブ・アス、A クルーで、チームキャプテンを務め、他チームのキャプテンを務めていたライオネル・ブレアと、再会している。彼女は、バーナビー・ケーブ、ハートビート、カジュアル・ティー、キーピング・アップをピランせず、ボーン、アンド・ブレッド、そして、ワースト・ウィッチなどの番組に出演した。 近年にはスタップスは、ビクトリアウッドの、第4話、ウィード・クワイト・ライク・ツー・アポロジャイズ、ザ・キャスリーン・テイトショーアガサ・クリスティ・ミス・マープル、イースト・エンダーズ、ベニドルモなどに出演している。また、2010年からは、シャーロックで、ハドスン・夫人を演じている。スタップスは、ウェスト・エンド・シアターにも2001年と2005年に出演している。このうち2001年には、 ノエル・カワードの最終作スター・クオリティでペネロープ・キースと共演し、2005年にはシラーのドン・カルロスでデレク・ジャコビと共演している。近年ではメニエル・チョコレート・ファクトリーでのミュージカルラ・カージュ・オ・ホールやバース・オー・リツ劇場とオールド・ビッグ・シアターでのビグ・マリオン、そしてドン・マ・ウェアハウスでの一族再会などに出演した。彼女はまた 2012年にロイヤルナショナルシアターで上演された夜中に犬に起こった奇妙な事件のオリジナルキャストでもある。2015年、スタップスは BBC1 のザビックペインティングチャレンジにリチャード・ベーコンと共に出演した。スタップスはハートフォードシャーのウェリンガーデンシティでアンジェラ・ケイ・ローリンソンとクラレンス・レジナルド・スタップスの娘として生まれた。彼女は レスターシャーのヒンクリーで育った。1958年に俳優ピーター・ギルモアと結婚し、ジェイソンという息子を養子にとる。彼らは1969年に離婚したが、その後彼女は同じく俳優のニッキー・ヘンソンと結婚した。スタップスはヘンソンと1975年に離婚したものの、良い交友関係は保っている。彼らの間には二人の子供がいる。 カズトは作曲家のクリスチャンヘンソンで、もう一人はミュージシャンで作曲家のジョーヘンソンである。長年の間、スタップスは、ロンドン州兵をビネットで描き続けており、メイフェアの自宅近くで、これらの絵の展覧会を開いたこともある。スタップスは、母、ワンダ・ベン・サムと共演した縁で、シャーロックでの共演者、ベネディクト・カン・バーバッチを、彼が4歳の頃から知っていたという。 また、スタップスを題材とした BBC の風流有ーシンクユーアーが2013年7月24日に放映された。この番組の中で彼女の祖先が何人か紹介された。例えば総祖,祖父にあたるエベネザー・ハワードは田園都市の提唱者であり、最初の田園都市であるハートフォードシャーのレッチワース並びにウェリンガーデンシティにおいて、 その設計と建設の原動力となった人物である。2021年8月12日、84歳でエディンバラの自宅で亡くなった。ありがとうございます。